はい、こんにちは。日本改革党靴澤です。リキタン様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動を資金にさせていただきたいと思います。今日9月11日はアメリカ同時多発テロの日ですね。死亡者約3000人、負傷者約2万5000人の被害でした。ちなみにですね、参考までに阪神淡路大震災では死亡者6434人、負傷者43792人、東日本大震災死亡者15900人、行方不明者2523人、負傷者6157人。東日本の方が、死者負傷者の割合が他と全然違いますね。死亡された方、東日本大震災で死亡された方のほとんど8割9割が津波だって、なもんで、怪我するよりも突然ドバーンと水に飲まれて、さらわれてしまった方が多かったということなんですけれども、2001年の出来事で、同時多発テロですね。あれから22年も経ってて時の流れを感じるなぁ。テロから2年後の2003年イラク戦争開始、イラクが滅ぼされました。当時ですね、米国民の6割以上がサダム・フセインがアルカイダを支援してやらしたと考えていた。で、なんとなく憎らしいから滅ぼしたいんだけど、なんか口実見つかんねえから大量破壊兵器を開発しているとか、言って攻め込んで滅ぼしたと、そんな感じですね。なんとなくという、これですね、死者も死者なんですけれども、初めてのアメリカ本土、まあ、ハワイはね、日本軍が真珠湾攻撃してますけれども、アメリカ本土、北米大陸への他国の攻撃は史上初ということで、大きなショックを米国民に与えたみたいなんですけど、実は大東亜戦争の時に日本のイゴー潜水艦という大型の潜水艦がですね、折りたたみ式の戦闘機セーランっていうのを積んでですね、潜ってって西海岸を爆撃してます。風船爆弾で爆撃してます。この時はですね、山とかが燃えたにとどまって被害がそんな少なくてですね、米国側も不名誉だから隠したかったんだか知んないですけど、これ知ってる人はあんまりいない、少ない。米国本土、北米大陸を攻撃した唯一の国が大日本帝国でした。当時の言ったな、2011年イラク崩壊のとばっちりでリビアでクーデター、カダフィ大佐暗殺と、驚いたことにですね、今も内戦続いてるそうで、3つ4つ政党政府を名乗る連中がおって未だに相争ってるそうであります。アルカイダ、イラク、リビア崩壊と、同時テロの余波でね、テロ組織のマネロンの防止のためにですね、米国主導で国際的に世界的にですね、口座、銀行口座の管理厳しくなりまして、前はですね田原俊彦とかいう名前で、口座作れたんですけど、今はダメになっております。といってもですね、まあ一般人には何も影響なくですね、共産党や中核派や革丸派、ソ連や民団などの反社の活動がしにくくなっただけで、めでたしめでたしと、まあこんな感じになっておりますね。22年も経ってんのか、早いなという感がいたします。原発処理水、放出初回分の7800トンが9月11日今日完了だそうであります。2回目も7800トン、放出予定で、早ければ今月下旬開始。これはタンク1個流すよ月1でみたいな計画なんでしょうか。で120個タンクがあったら10年かかるよみたいな、ざっくりとした計算なんでしょうか、ちょっとわかりませんけれども、タンク1個で7800点ってことはないかな。タンク2、3個、まぁ、ちょっとわかりません。世論です。とりあえず、お疲れパン、パヨ様、ずっと切れ目なく流すもんだと思ってた。私もそう思ってました。したらね、1回流してから、そのパイプとかを点検するんだって、異常がないかどうか。
空のあのタンクね。パヨには次の指示が降りてきた。中国より全然マシ、中国の流してるあの小汚い、排水よりもマシっていう、パヨの言いがかりで貯めておくのに一体いくらかかったんだ。全くだ。あー、もうね、あの言うこと聞かずに貯めるなんて真似しねえで、そのまま流しとけばよかったのに、体張って止めてこいよバカパヨ放出を止めてこいという意味です。関係者は大変だろうが当たり前のことだから報道しなくていいぞと。異常は発見されなかった。ここはあのパヨ発狂ポイントだと思うんですけれども、見当たらず。発狂してる連中はあんましおらず。さすがにですね、あの汚染水ガーが無理筋って理解したのか、次の指示が降りてきて忙しいんだが、ゴモとパヨがこの掲示板ではそんなに暴れておりませんでした。嘘と嫌がらせで秩序破壊するのがパヨ。即ツッコミや込みの導入で嘘が通用しにくくなってて、パヨもさぞかしね、あの手足もがれた気分でしょうね。汚染水側の大元、中央共産党もあのこの嘘が国際的に盛大に滑っているって気がついたようで、インド開催中の G20 の席でも一切の批判はなかったみたいであります。 ASEAN では言ってたのにね、大騒ぎしたのにね、世論です。へたれました。近平弱すぎ、恥の上塗りは避けたか。遠慮せず孤立しとけよゴミ。人民があらゆるものを測定して中国政府に大ダメージ。非科学的な国と宣伝するようなもんだし、日本以上の濃度で垂れ流してるしな。人民がいろんなところの放射線量を調べるようになってやばいって思ったんだろう。はしご外された日本のバカパヨこれじゃあ通話料払って板電してた人民がバカみたいじゃないですか。指示されて命令でやって、通話料も中国共産党持ちでしょうから損はしてないんじゃないかな。台湾海峡で原船が沈没、これによる放射能汚染を日本のせいにしようと騒ぎ出す。ことの発端はなんですけど、日本のゴミメディアに指示を出すが、経産省の主導でですね、汚染水ではありません、処理水です、運動が浸透しまして、汚染水ガーって放送すると即座に突っ込み入んで盛り上がらず、共産党、社民党、令和の立憲の一部が汚染水ガーって言い続けているものの、ゴミメディアの援護がないので盛り上がらず、あとツイッターで騒いでも即座にコミュニティノート発動してしまうんで盛り上がらず、北朝鮮を通じて韓国野党に騒がせるが、与党側のですね、騒いでるのは 1+1 が100通ような非科学的な連中、つまりバカと先制攻撃されて盛り上がらずと、人民が自前の測定器であちこち測り出して、上海の自宅は東京の978倍だったなどとネットに投稿。慌てた中国共産党、測定器を販売禁止にして事なきを得た、得てないんですけれども、ASEAN で日本を批判するも同調する国が皆無で、国際的に盛大に滑ったと気がつき騒ぐのをやめたと。まあこんな経緯でしょうかね。まさにあの笛吹けど踊らずですね。完全勝利でした。日本側の、まあ真実が勝ったので当然っていう感じなんですけれども、中国共産党のあの汚染水側というのは嘘とデマですから、まあまあ曲げますよ。空気読めないパイはですね、未だに騒いで開けられてますけど、あいつら本当にバカですからね。クラスに 4,5 人存在していた IQ70 から85のですね、境界知能のギリ健常者と、考えてもらえたら、そんなギリ健の一人、社民党失礼しました、大椿優子、この人議員なんだね。汚染水といえばデマフェイクと言論統制が今後どんどん強くなってくる。言論統制やめて、汚染水じゃなくて処理水でって指摘するのは言論統制なんだってなんだって世論です。言論統制なら逮捕されてんじゃない。言論統制じゃなくて間違ってますよというありがたいご指摘、言論統制だって言えてることが統制されていない証拠。こんだけ自由に好き勝手発言しといてよう言うわ。事実の指摘をすぐに言論統制だの差別っていうのをやめて、こういうの言いがかりって言うんですよ。風評加害ビジネスやめろと。
確かにな、言論統制されてたら、あの言論統制だって言えないもんね。逮捕されるから、気がつきました。共産党もあの代表選挙やったらって言った指摘をですね、我が党に対する攻撃っつってベテラン党員を除名してましたね。この人らあの間違ってるよって、いうのを攻撃だの言論統制だのつってギャグ切れすんのが好きですね。まああの理屈が通じないって言った方が早いかな。汚染水って言ったらこれからも批判するんでしょみたいなことを大椿言ってましたけれども、分かってだったら嘘言うのやめてもらっていいですか。なんでそんなに嘘つきつきたいんだ、汚染水って言いたいんだっていう、パヨ内での地位向上のためですね。つまりはあの私利私欲のため、こういうバカなこと言ってキャッキャと喜ぶ知恵遅れパヨが存在する限りですね、大椿を除去しても新たにバカが現れます。バカは生えてくるのでいなくなりません。つまりはですね、こういうあの汚染水があって嘘ついてキャッキャと喜ぶような連中すべて除去しないと、必ずですね、あの目立ちたいっつってこういうことを言うやつが出てくるって話。質問者、戦争回避のための平和外交って具体的には、山本太郎、高圧的な態度はいけないんです。中国に逆らったらダメなんです。福島みずほ風味でですね、スカスカの内容に一度は唖然と、世論です。何言ってんだこいつ、高圧的なのは中国、山本の逆が正解、分かりやすすぎ、やっぱこいつらの活動って中国から出てるんやね。共産党と同じこと言ってる。日本人が憎くて仕方ないようだろ、国会議員が中国の利益を代表するとかおかしいだろ、反対のための反対なのだ。共産党と同じこと言ってますね。あのなんと多様性のない、こいつら日頃二言目には多様性がーと言ってるんですけど、多様性ないんだよこいつらの方が。令和議員はあの北朝鮮関係の採決は全部欠席するそうな。まあ母体がですね、あの総連とあの関係が深いっつうか、一心同体の中核派4700人ですからね。ここでもですね、あの日本人は抵抗せずに黙って殺されてるっていう九条の理念を忠実に踏襲してますね。山本のこの支離滅裂にですね、その通りっていう感動するバカがいなくならない限り、こういう連中いなくなりませんね。中核派は4700人も残機がおるんか、平均年齢はどんぐらいなんですかね。あと数年で加速度的に減っていってくれるんでしょうか。杉並区のあの洞口議員みたいに若手もあの若干おるし、ほんのちょっと今でも盛んにデモや集会やってるし心配っすね。共産党はまあ心配ないんです。平均年齢75歳っていうから、中核派はどうなのかな。中核派もそのぐらいで、まあ、大部分がね、洞口とかはいるものの大部分が75歳だったら、あと数年であの加速度的に勢いは衰えていきますよね。しかしあの角丸派が5500人もいて、中核派がまだ4700人もいるっていうですね、現実に驚きまくりましたよ。まあほとんどはですね、あのぬるいなんとなく所属してるようなあの知恵遅れ、だとは思いますけれどもね。というわけで、メール党員さん大募集であります。メール党員になって日本改革党をご支援ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。